さまざまな謎に満ちた宇宙一体どのようにして生まれどこまで続いているのかそしてどこかには宇宙人はいると思ういないと思います宇宙人は存在するのかこの問いに対し 一人の女性が出した答えに、今、正解がざわついています。宇宙人は存在する。それは間違いない。こう断言したのは、1991年、イギリス人初の女性宇宙飛行士として、8日間、宇宙に滞在したヘレン・シャーマンさんです。シャーマンさんは、イギリスの大手新聞社のインタビューに、 宇宙人は存在すると回答宇宙人は間違いなく存在する地球上に紛れ込んでいるかもしれない未知なる天体の観測や小惑星の探査など最先端の科学が挑み続ける宇宙これまで世界各国で目撃されてきた未確認飛行物体 UFO も大きな興味の対象となってきました この映像は先月 FNN のカメラが福島県いわき市で捉えた謎の発光体画面左から右へとものすごいスピードで移動していきましたこうした未確認飛行物体については2017年アメリカ国防総省が極秘の調査を行っていたと報じられましたそして、 その極秘プロジェクトに関わっていたという元高官はアメリカのメディアにこう語っています宇宙への旅すらも現実味を帯びつつある今宇宙人とのコンタクトもいずれ現実のものにこちらの施設でも聞いてみると。 私たちが住んでいるこの地球のようなです、ね、星がもう宇宙にはいくらでもあるってことが分かってきてるんですね私も宇宙人は確実にいると思います宇宙人は間違いなく存在するこの元女性宇宙飛行士の発言が真実と証明される日は来るのでしょうか